まあ、マリと違ってウクライナ自体はね、まあ、個々の能力も、まあ、そして組織としてもね、もう一ランク上のチームかなというのは分析してみて、感じたところではあって、まあ、もちろんマリ戦で、まあ、良かったところは、しっかりと続けていきたいと思いますし、まあ、逆に修正点も多くあったので、まあ、そういう修正点という意味では、まあ、やはり選手間のね、まあピッチの中でのコミュニケーション、まあ、相手が実際ね本当にどうやって出てくるかっていうのはゲームにならないと分からないことであるので、まあ、その中でいかに、相手の出方を見て自分たちが、まあ、その隙をついてそして相手の強みを消すかっていうところをピッチの中でもっともっとやっていきたいなと思いますけど。